はい、こんばんは。比較ゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017やっていきます。今日はですね、このパートナーズクラブズのエージェント詳細からですね、次のイベントの、ボーナス選手がフライングでチェックできるということで、こちらの5体ですね、実は、こちらがボーナス選手見えちゃってます。で、なのでせっかくなんでこのボーナス選手の確定スカウト 100% 確定スカウトの組み合わせを紹介していけたらなと思っていて、今日はカッシオ選手の紹介していきたいなと思います。はい、ブラジルのゴールキーパーの選手ですね。で、せっかくなんでコリンチャンスっていう、その後で話すんですけど、コリンチャンスっていう所属チームに使うと必要になるんですけど、ちょうどオークションで出てたのでそれを見ながら、やっていこうと思います。で、ちなみに結構先の方で、これ48分後なんですけど、もう15,000円、普段全然低いと思うんで、もうすでに高騰し始めてるかなと思います。はい、でこれ左上にカッシオ選手いますね。はい、でこちらが、次のボーナス選手のカッシオ選手になります。はい、でこちらの選手ですね、まずさっきもこのスカウト見てるスカウトもそうなんですけど、このコリンチャンスっていう所属チームのスカウト、これ必ず必須になります。なのでこちらはまず手に入れてください。でその上で、今回パターン2つ A と B 紹介できればなと思います。で、早速パターン A の方はですね、1個目が所属チームコリンチャンス、さっきお話したように必須なので1つ目こちらです。で2個目が優れた能力でディフレクティングっていうのがあって、ディフレクティングが2つ目で、3つ目が、利き足左足、この3つで確定になります。で、ちょっと難しいかなと思うのはコリンチャンスがまず高騰してるっていうのと、ディフレクティングってあんまよく見たことなくて、優れた能力としてもちろんあるはあるんですけど、ちょっと入手難易度高いのかなと個人的には思ってますっていうのが、1個目です。で、パターン B はですね、同じく1個目所属チームコリンチャンスで、2個目が優れた能力コラプシングで、3つ目が選択肢2つあって、左足もしくは年齢25から29歳の、2択から選べるというような形になります。っていうのがパターン B になります。でこの A か B かを選んでいただいて、ぜひ確定スカウトに持ってってもらえればなと思います。はい、で多分ボーナス選手、本当イベント始まったらぐんぐん上がっていっちゃうんで、その前に手に入れていただいた方が、まあ、安く済みますし、イベントも最初からスタート出し切ることできるので、ぜひ揃えていただければなと思います。はい、ということで、早いんですけど今日の動画はカッシオ選手のスカウト確定 100% が組み合わせの紹介でした。はい、ぜひですね、今後もいろいろ確定の動画上げていきますので、興味持っていただけたらぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということで今日の動画は以上で終了になります。また次お会いしましょう。じゃあね。